はい、レオンチャンネルです。たった今、プレ版から2つ商品が届きました。裏返すと、中身はドライブのタイプテクニックとキュアソード。こちらが入っておりますので、早速開けましょう。まずはテクニックから、パカッと開けます。お!パッケージの上側はいつもの感じと一緒。仮面ライダードライブタイプテクニック。そして、出すと、ん?ん?テクニックが、おーいつも通り、ブラックをベースに、解説が少しと、これは写真ですよね。タイプワイルドが、予想以上に、実物が超良かったですから、テクニックはどんな感じなんでしょう。なんかサンプル画像だと、ちょっとこう、肩のアーマーが上に上がりすぎかなと思ったんですが、どうでしょうか。お、パッと見、そこまで、ああ、でも、付属品、お、一瞬タイヤ交換シリーズっぽく見えるんですが、ああ、この辺の造形とかがすごい精密。タイプスピードと一緒で、パッと見の衝撃はそこまでありませんことないですね。すご。タイヤ交換シリーズがすでに相当良かったですから、やっぱりこの顔周りが全然違いますね。めちゃくちゃ色分け細かい。そしてサンプル画像のようにちょっと肩のアーマーが上がりすぎだとどうかなと思ったんですが、全然そんなことはなくて、テレビ通りのプロポーションをバッチリ今回も再現してます。これももちろんタイヤ交換できるんですけど、前後で引っ張る感じ、パーツを外れますね。そしてさらに、あーなるほど、こんな感じで外れるんですね。さすがにドライブ系とかははまんないですね。形状が全然違う。そして付属品はブレイバーのタイヤとアームとドア銃。ドア銃ちょっと見たい見たい。これはちゃんと、あ、開きますね。ここまで。アームは稼働するんでしたっけ?結構硬くしっかり置きます。へえ、すごいな。とりあえずタイプワイルドに続いてタイプテクニックもめちゃくちゃクオリティ高いですね。ワイルドは TK シリーズとアーツで結構プロポーションが違いましたけど、今回はそこまで変わんないですね。スマートってほどじゃないですけど、若干だけマッシブになってます。にしても顔の作り込みがやっぱりすごい。次はキュアソードを開けましょう。これでドキプリ系アーツも3体目。ロゼッタまでは予約済みですから、とりあえず4人は発売するんですよね。パッケージは、おー、マコピー来たー。パッケージの感じは、キュアダイヤモンドと同じで、あ、ちょっと、え、あ、よかったー。なんか首折れてるかと思った。中身を出すと、今回も付属品多めで、表情パーツもいろんなパターン入ってますね。そして今回もめちゃくちゃ顔の出来が良くって、アイプリもすごく正確ですし、髪のグラデーションとか形状もバッチリ。プロポーションは前の2人と共通ですけど、表情を変えてあげるだけでもまた印象が変わりますよね。キュアソードといえばちょっと精悍な顔つきの方が似合うイメージ。おー、はい、ラブハートアローもしっかり両手で持てます。近づいてみるとこんな感じ。もちろん決めポーズ用の手首もついてますから、今回もバッチリ決まりますね。ここまでメンバーが揃ってくるとキュアロゼッタも楽しみです。では今回開封したタイプテクニックの詳しい動画をアップしましたら、下の説明文に貼っておきます。以上、アーツドライブタイプテクニックとキュアソードの開封レビューでした。